民主党、民主党、民主党はかつて存在した日本の政党。略称は民主 DPJ。1998年に発足した後継政党の民主党と区別して旧民主党という場合もあったが、法規上は同一政党である。本校では1998年の合併前までの民主党について扱う。 1994年12月の新新党の決闘以降、自民党と新新党の二大政党制が待望される。一方、小政党は埋没の危機に瀕していた。直総選挙に向け、危機感を強めた新党先駆け代表幹事の鳩山幸夫らは、社会党、後社会民主党との社社新党を模索していた。当初は、船田元、新新党の 鳩船新党を検討していたが、船田は保守政党であるべきとの原則を堅持したため断念した。その後鳩山は薬害エイズ問題の対応で世論の支持を集めた厚生大臣の菅直人、先駆け山へ北海道知事の横道隆弘と接触を重ね、新党結成で合意。鳩山都実定である鳩山国を新進菅直と岡崎富子。 横道の代理、社民の四名が民主党設立委員会結成の呼びかけ人となった。社民、先駆け全体の浸透意向を想定していたが、鳩山邦夫は自社佐政権の中心人物である元首相の村山、富市、先駆け代表の竹村正義の参加拒否を主張、鳩山幸夫も同調した。しかし、鳩山幸夫は自社佐政権成立後、 先駆けの代表幹事となって政権を支えた経緯があり、この主張は矛盾したものであった。この時の対応は排除の論理と言われ、物議を醸したその年の流行語大賞にも選ばれる。とはいえ、先駆けのほとんどの議員15人と社民党の約半数の議員35人が参加。 新党に移行せず存続した母体の社佐両党は1996年衆院選で惨敗を起死したため実態としてはこの時結成された民主党が社佐新党に近い他に山花貞夫、海江田万里が所属した市民リーグは解散して参加新新党からは鳩山国夫が参加した数の上では社民党が圧倒的多数だったが長老議員が多く 当運営は、先駆けの議員を中心に、社民党出身の中堅、若手議員が加わって担われた。排除の論理のしこりが残った上に、中曽根康弘に、綺麗とだらけで中身がなく、ソフトクリームのようにすぐ溶ける。と告評されるなど船では、必ずしも順調なものではなかった。また、結成当初は、第二次橋本内閣への対応が定まっておらず、与党、与党でも、 野党、野党でもない、与党と評された。菅は、第一次橋本内閣で閣僚であったため内閣への協力姿勢を示してた。なお、結成から15年、2011年までに政策を実現して解散する次元政党を評榜していた。当時、鳩山国夫の秘書であった、上杉隆によると、決闘時に25億円の費用がかかり、うち15億円を、鳩山家からの 残りの10億円を連合からの借り入れで賄ったという現在は返済済み。当時のキャッチコピーは市民が主役の民主党を1996年9月に鳩山幸夫、菅直人両氏が民主党を設立する際、新党先駆け前代表、竹村正義、元蔵省野球日本社会党1996年1月から 社会民主党の村山富一、元首相や土井隆子らの旧所属政党ののイメージが強い幹部らの入党を拒否した。新党先駆けのほぼ全員と社民党からは民主党決闘に参加した岡崎富子らに続き、党所属していた半数以上から入党希望が発生して、当時の両院現職国会議員57名と旧社会党の支持母体の労組で民主党は決闘された。 竹村は、新党先駆けとして、丸ごと合流を希望したが、新党先駆け代表幹事だった、鳩山幸夫は、派売勢力の結集を目指す、個人参加の新党を主張して、自身の所属していた、新党先駆けの府のイメージを長い間代表だった、竹村一人に押し付けた。後の10月の解散で排除された、社民党と先駆けは、弱小政党に転落するが、旧社会党など、 左派的な議員を多数含んでいた民主党はほぼ横ばいの52議席を獲得して第三極の政党になる。排除された竹村は一度落選後に旧社会党幹部とは違って2001年には民主党への入党を認められる。1996年の一連の鳩山幸夫、菅直人の手法を指す言葉として排除の論理は使われ、年末の日本新語流行語大賞では 鳩山幸男が唱える友愛と共に1996年の流行語大賞に選ばれた。社民党は村山から土井に党首を変えたが、第一野党だった時代の日本社会党に所属していた横道赤松広隆、越石あずま、八郎吉浦や社民党での新人当選者を含めた半数以上の35名が党から移籍をした。年の参院選で、 社民党からは、福島みずほらが立候補、当選するが党は、野党第一党としての自民党批判票と支持母体の多数を失って低迷した。2017年には、民主党の皇族である民進党は事実上解体されて、小池百合子代表による希望の党への移籍に民進党の下である民主党決闘時のように排除の論理が、 民進党自身に適用された。旧社会党など幹部議員に適用した側の間、直人にも適用されるため、皮肉な歴史の巡り合わせと報道された。同年10月2日には民進党内のリベラル系議員を中心に立憲民主党が結成され、1998年の第二次民主党結成以来続いた旧社会党系と旧民社党系の同居状態は解消された。 参考文献、石川真美、一部、山口次郎による、過筆、戦後政治史2004年8月、岩波書店、岩波新書、ISBN400 から43904から2。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。